ポッテンシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州バイロイト軍に属するし、全国的に知られたこの保養地は、フレンキシェシュバイズに位置する。ポッテンシュタインの歴史は、初めて文献上で言及される918年にまで遡る。1323年に都市圏を獲得した。ポッテンシュタインは、バンベルク市教本部の大官管理区に属した。 1736年に大火があり、60件の家屋が消失した。1803年の帝国代表者会議主要決議で、この町はバイエルン公国領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例により、今日の自治体が出来上がった。 1942年から1945年にかけて、ポッテンシュタインには、フロッセンビュルク強制収容所の所外施設と、第 24SS 武装産学両兵士団の約600人が所属したトレーニングキャンプが存在した。この町は、公式には35の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ホーエンミルスベルク地区の近くに、 方園ミルスベルガープラッテがある。ライエンフェルス地区にはライエンフェルス城市がある。ポッテンシュタイン城、毎年1月6日のドライ系にヒフェスタの際には、城で花火が上げられる。夏ソリコース。ありがとうございます。